五式軽戦車系ホは大日本帝国陸軍が第二次世界大戦末期に開発した軽戦車である。日本陸軍の軽戦車の系列としては最後の車両だった。開発担当は日野重工だった。1942年に開発が始まったが、戦車よりも航空機や艦船へ資源が優先されたために開発が遅れ。 1945年に試作車が一両だけ完成したと伝えられる。しかし一枚も写真が存在せず、詳細な情報の資料が焼却されて不明で、側面図とされるものだけしか残っていない。現存する資料が少なく謎の多い車両である。98式系戦車家に、2式系戦車家との設計を継いだ発展型戦車で、一区名称としては、ケニの次である。 本社の構造に関し、砲塔は97式中戦車改めや1式中戦車、車体や足回りは98式系戦車や2式系戦車の部品を多く流用していたと推測される。本社の車体は最大走行圧 20mm の走行板を溶接により組み立てたものである。外形は98式系戦車の車体に酷似しているがそれより、 わずかに大きい。右想像図では、この車体上部に、97式中戦車、地波改めや1式中戦車地へ、もしくは、姿勢98式中戦車地方のものに似た砲塔を、搭載している。砲塔上に司令塔を設けていたかどうかについては、不明である。主兵装として、姿勢 47mm 戦車砲が、 昭和18年度第一陸軍技術研究所、研究計画にて開発中であった。1942年9月に研究着手し、翌年6月春工試験、同年10月実用試験、同年12月完成の予定だった。第一陸軍技術研究所修正研究計画では、初速740メートル毎秒、高低社会マイナス15プラス20度、 方向社会左右角充度など、具体的な数字が挙げられた一方、完成予定は1945年3月と、大幅に遅れている。副武装の 7.7mm 機銃は一丁のみと、する説が有力だが、どこに搭載したかは不明である。右想像図では、車体全面とされているが、車体が98式系戦車に酷似したものであれば、車体は、非武装であり、 砲塔が地破壊などのものに類似していれば、同じように、砲塔側面や砲塔後面に装備していた、可能性もある。もしくは、100式 37mm 戦車砲や1式 37mm 戦車砲の、ように、1式 47mm 戦車砲と97、式車載重機関銃を連装化した、姿勢総連 47mm 戦車砲を、 採用していた可能性も考えられる。この方は1943年に開発されていた。本社は98式系戦車よりも重量が3トン増加しており、これに対応するために300ミリメートル幅の立体を採用した。機関には下級機付きの出力向上型ディーゼルエンジンを使用した。出力は98式系戦車が130馬力で、 あるのと比較し、五式軽戦車は150馬力となった。このエンジンの詳細については不明であるものの、150馬力下級機付き直列、6気筒ディーゼルという条件から推測し、一説では1937年に、軽戦車用に試作開発された、東京ガス電気工業製の、千代田 EC 型とする説がある。しかし千代田 EC 型は、ボア。 ストロークイコール 115mm150mm、排気量 9.3L という仕様であり、日本陸軍の戦車にほぼ採用されている統制型エンジンではないという疑問は残る。あるいは98式系戦車や2式系戦車に搭載されていた統制100型空冷直列6、気筒ディーゼルを改造して、下級機を取り付けたのかもしれない。 本社の燃料タンクの搭載容積は130リットルであった。98式系戦車では防弾のため水平コイルスプリングサスペンションなどの喧嘩装置を車体内部に収容していた。しかしこの方式は車内の容積が減り弾薬燃料搭載量また戦闘作業などに制約が加えられる点が不利であった。そこで5式系戦車では喧嘩装置が再び 車体外側に装備された。内部の動力伝達機構は、ケニと同様である。軽戦車ではあるが、むしろ中戦車である、地破壊に近く、日本の軽戦車の中では最高の性能を持っていたと推測される。類似の計画車両に、98式軽戦車ケニアに、式軽戦車ケトの車体に、97式中戦車地破壊の新砲塔を搭載した。 98式軽戦車改めや2式軽戦車改めがあった。ありがとうございます。